昨日の鬼滅見たよ。もうそう、もうアニメを26話まで見たき、そう昨日のとこはもう全部知っとったけど、でも見ました。面白い。ナタグモ山っていう名前なの初めて知った。焼きおにぎり、朝ごはん、そう今日は完璧ライブがありましてね、朝早いですな。チャートリは11時から、うん、朝は早い。宗一郎さん必勝ありがとう。昨日映画見た？鬼滅？いいね。いいね。うん。面白かった。めちゃめちゃね、あの LINE しながら LINE がね来るんですよ。あの方から、あの方からね、あやばいねそこがやられる。あ面白すぎた。うん、猪之助がさ潰されそうになるとこあるやん、でっかいさ十二鬼月だと最初は思っとったお父さんの鬼に、猪之助が潰されそうになるときに猪之助ってからね。おー面白い、そういうのいらんやめてって感じ。めっちゃ面白い。うん、イノスケが潰されるイノスケって感じ。イノスケ推しかと思うよそんな言うの。まさかイノスケ推しかって聞いたらね全然違った。全然違うし、もう面白い、やめてほしい。ひろたった I love you ありがとう。であれ推しメン決めれんな。推しメン決めれん、違った。それでね推しメンは柱の9人の中に2人好きな人がおるって言っとったよね。それだけ、だから適当に炎の人かって聞いたらね合ってた。炎の人ともう1人が分からんのよ。炎柱の人がよう分からん。まず義勇さんと忍さんと炎の人しか分からん。あとなんかみんなかっこいいっていう女の子。みんな素敵ですわっていう女の子と、そうぐらいしか分からん。うん、栗原さんかっこいいありがとう。煉獄さん、そうそうそう、煉獄さん、煉獄さん、胡蝶忍さん、胡蝶忍さん推しかって聞いたらね、いや女には興味がないです。くそ面白くない。めちゃめちゃに面白い。女の子には興味なかった。男のかイケメン、イケメンの剣士を探してたわ。めっちゃ面白い。
音の柱の人。へえ。切り柱、何やったっけそれ。鬼滅占いです。ええー。鬼滅占いとかあるんや。ダイナソー花とジジイバークハート、あれかすみ柱、あそうかすみ柱か。かすみ柱。やすべさんだるまありがとう。アリサ推しがな決まってないやん、誰がいいかな。最終話、え最終話って何、漫画の最終話、アニメ気になるやんかー。あー、でも映画のシーンはめちゃめちゃ泣くって言ってた。炭治郎が一番、いやまあね、結局は炭治郎が一番強いよね。水の炭治郎、水の音でその上におる階級の柱の人の方がまあ強いけどさ、こうだんだん戦っていくうちに炭治郎が一番強くなるんやろ。そしたらまあ炭治郎が一番いいやんな、強い人がいいもん。強い人がいい。ひなちゃん。じゃあ今日聞いてみよう。映画いいね。映画のシーンはめちゃめちゃに泣くって言ってた。そう、それで煉獄さん、炎の人推しなら映画でめっちゃその人が活躍するんやね。活躍するんじゃないって言って、映画見に行きそうになるけやめてって言われたさ。おもろい、映画見に行ったらええやんって思わん。おはよう、おはよう煉獄さん、かっこよ。前回23回が1万500円、あ1500円。おお、なるほどね。かっこよし煉獄さん、マジか、見たいぞよ。映画お誘いしたい、映画一緒に行きませんか。映画一緒に行きませんか。映画一緒に見に行ってくれる人探してる。しきつめられて。おはよう。赤座、敵役の赤座誰や、まだ出てきてない、いつ出てくる人、赤座。チケット代ですか。確かに、ね、お安いご用さ、1500円ぐらいでしょ、違うか、え。大人は何円、高校生は1500円。でもこの前まで1000円で見れてた、小人。小人さんで1000円で見れたのに。高い。1800? おー、1800か。そんな変わらんやったわ、300円ぐらいか。全然お支払いしましょう。炭治郎とは結構できる。なんでや。でも言ってた、確かにお庭でも言ってた、炭治郎とは結構できへんってから、
シスコンすぎいやそこめっちゃおろくない？そう、タンジローかっこ強くてかっこいいし優しいけどシスコンすぎどこ行く、どこ行くにも妹がおるよっていやそこいや超ろくないあ、妹、おい、そうやな、妹、おいいやつなのに、そう、炭治郎と結婚して二人でどっか行こうってしても妹がついてくるやないいや、どんだけ妄想が膨らんだやろって思ってアニメの中のキャラクターなのにどんだけ妄想してんねん。広島に向かう夜行バスなら、ありがとうございます。大変だそれは。嬉しい、気をつけてください。心が綺麗すぎて、わかる、確かに。ねずこコス、ねずこコスしたいなねずこコス。なんか着物よね、あれ。みんな着物着てるでしょ。お正月とかになんか良さそうねお正月とかにさ、そう、あいさ着物持ってないから。そう、でもガチの着物はさ高いじゃないですか。鬼滅コスプレの着物だったらなんかプチプラで良さそうなんちゃって着物じゃない、ねずこちゃん。他の人はさ、なんか台服みたいな着とるじゃん。その台服の上になんか羽織るだけみたいな感じやから、ねずこちゃんはでも台服じゃなくてさ、あれじゃん、着物じゃないですか。なんかいいね。あー、ねずこ、そうね、目ピンク、ピンクのカラコ、いや、そこまでそこまでやる。カリ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 、竹、竹ね、竹、竹も売っとんかな。ちくわ、竹、竹もあるんですかあれ。竹と、わん、髪の毛があれよね。長い、めっちゃ。毛先が色ついてる。あった。ちくわはおもろすぎる。竹、山にないよ。竹はないね。木の枝しかない。そんな竹が生えとるほどなんか、ね、お上品なところじゃないけん。お屋敷みたいな。そう、ただの木しか生えてない。キャッチフレーズをいきたいと思います。アリチャ推しになるのはアリー、アリー、アリサゴー、シュッコー。はい、ありがとうございます。高校1年生のアリチャごとミニオシアリサです。よかったらルームフォローお願いします。ではギフトを読みます。じゃん、パンジェラさん、ミシェルボーイさん、ヤスベイさん、ジージーマー君、ダイナソー、マキさん、
栗原さん、ひろたんたん、そういちろうさん、ゆのえもんさん、ひとりごとさん、てっちゃん、母さん、ゆひとありがとうございます。ではランキングいきます。13位ひでじろうさん、12位ひでさん、11位ネイビームくん、10位あきさとさん、9位ひとりごとさん、8位かんちゃん、7位きずなっかさん、6位ゆうぼうさん、5位てっちゃん、4位パンジェラさん、3位母さん、2位そういちろうさん、1位は1位はでーす、やすべーさんです。ありがとうございます。パッ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 パパチ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 、ありがとうございます。それでは今日は11時からと2時から岸壁ライブあるので、 DMM でね見れるので見てください。よろしくお願いします。それでは岸壁ライブよろしくです。今日もそれではまたお会いしましょう。